ニュース、普通のニュース見て、日本のニュース。日本の大手メディアのニュース、朝日系列。から、まあ、例えばコロナの対策をね作っていこうという考え方ですけど、僕が注目しているのはやっぱりおととい閣議決定した追加の経済対策ですよね。これをやっぱりね、今国会閉じてしまいましたけども、3次補正というのをね早く上げて現場に早く届けるっていうね、このことをね中心に考えてもらいたいな。今直近のことを考えた時にね、そっちは重要だと僕は思ってるんですけどね。来年度の予算策定も、まあ、今まさに行われているところですのでね。はい、澤井記者に来ました。ありがとうございました。小松アナ、星野アナウンサー。そう、コロナ禍で師走を迎えた加藤鎌倉。駅前にあるオフィスにはあるこだわりが詰まっています。こちらのオフィスではデスクが配置台に配置されています。ここはゲームや広告などを手掛ける会社が作った、その名も濃密オフィスです。以前はいわゆる島になっていたデスクが、対面しないよう互い違いに配置され、ソーシャルディスタンスを確保、徹底的に3密回避を追求したオフィスだといいます。さらにこちらの部屋ではこんな工夫が。こちらの前方の壁に鏡を貼ってあります。この鏡がどう3密回避と関係しているのでしょうか。これから始まる会議でその答えが分かると言いますが、お疲れ様です。皆さん前を向いて座りました。学校の授業みたいですね。対面せずに鏡越しで会話をしています。じゃあなんかこれで社内からの声をどんどん聞かせていただければと思ってますので。そうですね、横に人がいたりとか後ろに人がいるのを鏡越しに見るのも面白いかなということで鏡を設置した会議室になっています。しかし社員たちからは若干の戸惑いも。まあ、こんなスタイルでやるのは今までが初めてだったので、自分の姿が見えてしまうのでどっちかというとそこが恥ずかしかったです。濃密オフィスにはこの会社が持つ独自の社風が反映されていました。人と話し合ったり雑談を大切にしている会社なので、コロナ禍でも顔を合わせて働きたいと模索する中で新たなオフィスを作り上げたのです。来週からは火を囲みながら話せる焚き火会議室も始動。リモートでは出ない新たな発想を生み出すのが狙いです。まず安心できる環境を作ることで、2つ目に面白いというふうに考えてもらえるような取り組みをすることを心がけています。任天堂スイッチなど人気のゲーム機をインターネットで購入したのに商品が届かないという相談が8月以降336件に上っています。消費者庁が調査したところ、実態不明の運営者が半月ごとに別の社名を名乗り偽サイトを作り変えながら運営を続けているとみられるということです。特に人気のスイッチは料金前払いで個人口座に振り込む形になっていて、中には一人で13万円以上を振り込んでしまった人もいたということです。 PCR 検査が驚きの価格に。東京駅から徒歩4分のところにある検査センターです。こちらでは1回1980円で検査を受けることができます。1回の検査1980円にこの人が、携帯電話の戦いみたいです。この格安検査は事前にスマートフォンなどで予約し、綿棒を口に入れ30秒かけて唾液を採取するだけです。検査を行う会社によると、これまでの PCR 検査でおよそ2時間かかっていたウイルスの検出時間を PCR スマートアンプ法の使用によりおよそ40分に短縮させたということです。
結果は翌日にメールで送られます。1980円という低価格は、検査に使用する試薬や処理をするシステムを全て自社で賄うことができたため実現したということです。では仮に陽性が出た場合はどうするのでしょうか。当検査センターの方では保健所の方に届け出ることはいたしません。経験する医療機関を紹介させていただいて、先生の問診を受けていただいた後に保健所の指示に従っていただきます。一方、新橋駅前に先週開業した2900円で PCR 検査を受けられる民間の検査センター、マスク生活で辛い喉や声がれに留学サービスダイレクト勝利。全国のお天気、今村さんです。はい、お願いします。さあ、今日も日本列島は西日本では晴れてポカポカ陽気となったところもあったんですが、そんな中、大陸では寒波が着々と日本に向けてくる準備をしています。あら、その寒波の生まれ故郷っていうのが、まあ、これ日本があってだいぶ北の、まあ、北極周辺ということになるわけなんですが、この辺りでできた寒波が今もうロシア方面に広がってきているわけなんですよ。真っ青じゃないですか。はい、でこの真っ青なところどれだけ今冷え込んでいるかというのが、実は最低気温の記録見てみると、おとといロシアのベルホヤンスクという町ではマイナス 52.2 度まで下がりまして、さらに昨日こちらオイミヤコンという町ではマイナス 53.8 度まで下がりました。ちょっと想像もつかない寒さなんですけれどもね、この数字見るだけでも体感が下がりますよ、はい、下がりますよね。でこのオイミヤコンという町はですね、はい、人が住む場所として世界で一番寒いところということでギネスブックに認定されている場所なんですが、それにしてもこの時期にマイナス50度以下これだけ冷えるのってはかなり強い冷え込みなんですよ。オイミヤコンもびっくりっていう、はい、そうなんです。だからそれだけ強い寒波がこれからですね、はい、日本にじわじわと近づいてこう襲ってくるという形になるわけなんですね。わかりました。さあ、どんな影響が出てくるかなど詳しくお伝えしていきたいと思います。では日本付近切り取って詳しい動きからなんですが、まず明日からそして週末土曜日ぐらいはちょっとこの辺うろうろしてるくらいで大きくは南下していません。そして日曜日もなんとなくちょっと南下してきますが、まだ日中の間はねそんな影響ないんですね。北海道、はい、それが日曜の夜から一気に南下して週明け月曜日には、そうなんです、もう日本列島ほぼ全体的に覆う形になりそうなんですね。でこれ今回は平地でも雪を降らせるようなそういう強さを持っていますので、西日本の日本海側中心に続々初雪の便り来るかと思います。鳥取とか松江雪マークついてますよね。でしかもその初雪がいきなり積もってですね、山沿いはまとまった雪ということになりそうですので、はい、中国地方の峠道などでは車の立ち往生というようなねことが発生する恐れもありますので、冬タイヤの準備などお願いしたいと思いますね。そして来週火曜日も同じように寒波どっとこうねかかり続ける状態続きます。で特にこの青い部分ですね、北日本から東日本の山沿いは大雪が続くということになって、であとこの辺りは風も強いので暴風雪状態になりそうなんですよ。でそうなると注意点としてはやっぱり交通機関なども大きく乱れそうですし、あと雪の重みやなんかで停電なども発生する恐れがありますのでね、そういう備えもぜひ週末の間にしておいていただきたいと思います。さあ、そしてこれだけではありません。寒さも一気に真冬並みになります。そこでこちら最高気温並べてみたんですが、まあ、寒波が一気に来る週明けですね。これ最高気温がずらっとマイナスということは札幌連続の真冬日ということになります、はい、
でその他秋田、仙台、新潟も昼間でも5度以下というような寒さですし、東京もまあ10度とは言ってもですね、これ冷たい風が吹く10度ですから、さらに体感的には寒くなります。そして東海から西日本も見ていきましょう。日曜日までは15度前後なんですが、来週は一気に1桁止まりなんですね。来週は本当にもう一気に真冬並みの寒さ対策必要になりますのでね、それだけはちょっと覚悟しておいてください。年末年始の新幹線の予約率が2割を下回っています。 JR 各社によりますと、昨日現在、今月25日から来月5日までの各新幹線の指定席の予約は128万席で、率にしておよそ 17% にとどまっています。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、統計が残っている1997年以降最も少ないということです。予約数は去年の同じ時期の 38% となっています。最も予約が多い日は下りが今月29日と30日で、上りが来月3日です。 JR 東日本は混雑を避けるため利用する日をずらすことも検討してほしいとしています。消防によりますと、午後1時過ぎ、埼玉県川越市の丸広百貨店川越店の立体駐車場で2階の壁を車が突き破り宙吊りになりました。車の中には運転していた70代の男性1人が一時取り残されましたが、消防などが救助に当たり午後2時前に救助されました。怪我はないということです。駐車場の外側は道路で、コンクリートの塊など瓦礫が落下しましたが、巻き込まれた通行人はいませんでした。警察は男性から詳しく話を聞き、事故の原因を調べています。名古屋の名所の呼び名が変わることになりました。今回ネーミングライツの購入が決まったのは、中日ドラゴンズの本拠地としても知られる名古屋ドームです。購入したのは医薬品大手の興和で、新たな名称はバンテリンドーム名古屋になるということです。期間は来年1月から2025年末までの5年間です。興和は名古屋で創業した会社として、少しでも地域に貢献したいと思い獲得したなどとコメントしています。中国国営の中央テレビは、 UAE アラブ首長国連邦が9日、中国の製薬大手シノファーム製のワクチンについて市場への供給を正式に承認したと報じました。怖いわ。 UAE でこのワクチンの臨床試験が実施され、 86% の有効性が確認されたということです。中国製ワクチンの正式な承認は世界で初めてです。欧米各国で開発が進むワクチンの供給先が先進国に偏る中、中国は国外への供給に目のかすみ、ぼやけで悩んでない人はスキップ、手元のピント力を入れることで外交での影響力を高める狙いもありそうです。今結局この間あのジョージア州かアトランタで、はい、このあのアトランタじゃそうですよね、はい、あ違う違うビデオ声明だ、はい、トランプ大統領のね、はいはいはい、あそこでもそうだし、で、あそうだ、ジョージア州でもあの演説、
い、火曜日恒例行かれる3面の時間が参りました。よろしくお願いいたします。はい、スタジオには東海大学教授山田義彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それから今回もスカイプ参加で、千葉玲子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、千葉さんはね、先週木曜日にも出ていただいたばっかりで、はい、最近出番が日々、いやいや、近藤先生、日々すごいですね。アメリカ大統領選の動きがですね、大統領選挙の、いやもう情報量膨大で、もう、はい、なかなか大変ですよ本当に。私、まあ、大統領選挙のこと以外何もやってないんですけど、それだけで情報量いっぱいですよ本当に。関東先生のツイートをね、あの見ていれば、あのこの映画の全貌が分かるで、全貌というか、はい、まあ、なるべくコンパクトにして分かるようにこうやってるんですけども、でも情報とか情勢はどんどん変化していくんで、もうあのちょっと何ていうか、止めとかないというかね、キリがないんですよね、うん、はい、でしかもどんどん劇的に変わっていくもんですからね、書かないわけにいかないし、テレビでも言わなきゃいけないし、大変だなと思ってます。はい、はい、それで最初これ16番、ジュリアーニ弁護士がコロナに感染したということで、トランプ大統領がすぐ回復してとですね、これ、出て、でこれジュリアーニさんって元ニューヨークの市長で、その法廷、あのこの法廷闘争の、まあ、責任者ですね、ジュリアーニさんって。なんかこれ後で出てくるのかもしれませんが、ジュリアーニにこれコロナを仕掛けたんじゃないのかという説がありますよ、誰か、ね、誰かが感染するように仕向けたんじゃないかと。これはね、ひょっとしたらそうあるかもしれないと思うのは、今ね、追っかける方も徹底して追っかけてますけど、逃げる方も徹底して証拠隠滅だなんだっていろんなことをやってますからね、これぐらいのことはひょっとしたらやったかなというね、これ分かりませんよ、全然確証ですが、はい、あり得るという可能性だけで言えば私はあり得るんじゃないかなと。これも後で出てくるかもしれませんが、ジョージア州の州知事の娘の言い名付けが、事故死というか爆弾仕掛けでポンカーンって、あの自動車の事故っていうのは、ね、爆弾だったんですか先生。だから爆破まで行ってないけど、少なくとも1マイルで 1.6 キロ先。おいでよみんなのパンマシーン。まで音が聞こえるというか、はい、爆発ですよね。交通事故は 1.6 キロ先ってやっぱどんなの使ったって音聞こえないんですよ、それだけで。はい、爆破されてる、ドカーンって。だからこれもひょっとしたらそうではないかと言われてる、うん、証拠は上がってないんですけど、それくらい今アメリカの中もちょっと内戦状態に近いようなのが出てきてるんですよ。それで、はい、17番、これの関連で17番、トランプ大統領のツイート、はい、これはこの、これ英語の訳で日本語訳で、大統領が言ってるのは、ニューヨークの歴史の中で群を抜いて最も偉大な市長であり、米国の歴史の中で最も腐敗した選挙を暴露するために大間の努力を続けてきた人はチャイナウイルスに対して陽性を指名しました、ルディすぐに良くなります、私たちは、続けますと、そう言ってます。18番も続けて出してください。ジュニアに弁護士自身のツイートです。全ての祈りと親切な願いのために、私の全ての友人と信者に感謝します。最新の注意を払い気分が良くなっています。迅速に回復し全てに追いつきますと。あ、それで私がさっき言った僕は自分のツイートを出て、19番も出してください。ついでに私のツイートです。武漢ウイルスの散布テロですかクエスチョンマーク、相手も必死でしょうし絶対ないとは言い切れませんね。現状は戦争状態と言った方が適切でしょうから、いずれにせよジュリアーニ氏の一日前回復に飲みたいと思いますというふうに書かせてもらいました。で、簡単に言うとトランプ陣営 の弁護団というのも
いわゆる大統領の選挙不正に関してということでジュリアネさんが人道地球をやっていろんなところの裁判を起こしているんですが、それでシドニー・パウエルさんと元連邦警察官だった女性の凄腕がいるんですが、彼女は実は軍事法廷の方にもあってるんですよ。何度も繰り返しますが、今アメリカは非常に内戦状態になっているような状況になっているんです。それで今トランプ大統領の側近の人たちが弁護士とか元中将とかいう人たちが戒厳令を敷くべきだと、戒厳令を敷かないと大変なことになるとみたいなことで大統領に進言してて、大統領はそのことまだ認めておりませんが、少なくともそういう非常に危険な状況に今入ってきているということのようです。キャッツ清原さんの絶賛タバコよりこっちかわと出演者も大満足の新型電子タバコだわ。乾杯。いいお店選んでくれたね。お酒もご飯も美味しいし、よかった。日本ではちょっと信じられないんですけど、単なる選挙不正でとどまってないんですね。もう体制をどうするかと、民主党というものをどうするんだと。だから民主党の大統領経験者、大統領経験者ですよ、国務長官経験みたいな名前が出てきて逮捕されるんじゃないかという話になってきて、みんな股間虐待ということなんですね。いやーすごいここまで来てるなというわけで、だから段取りから言えば今日12月8日でしょ。でアメリカはまだ12月8日になってませんが、12月8日が実は選挙に確定的なんですよ。確定しなきゃいけないんだけど、これ見てると確定できないですよ。これだけアメリカのメディアといいますか、SNS 中も含めですね、Twitter 等も含めて、もう混乱、何が真実か完全に分からない社会になってしまう。怖い話で、もうこれは本当にですね、情報の世界は戒厳令ですよね。一回全部止めないと、真実が全て打ち消されてしまうような、あるいは虚構だけが走ってしまうような状態になっている。でこれは、記録しっかりとして、この状態を記録して、二度とこういう状態を起こさないような、政府の機関である、例えば先ほど言った CIA とかの時でそれから FBI もそうであったりとか、司法省もちょっと怪しいとか、いろんな政府部内もちょっとおかしいなっていうのがある。でもっと私は確立しなきゃいけない、アメリカのメディアは一切報じないんです。これだけの証拠があって、証拠が次々と出てるんですよ。それをほぼ無視してるんですよ。だから、アメリカにいる日本の特派員がワシントンとかニューヨークとかロサンゼルスとかに合わせれば100人。200人近くいるはずなのに、ほとんどが何も書かないから、書かない。これはアメリカメディアは全然報道しないから、その翻訳するの仕事である彼らは日本にも伝えてこないというようなことになっているんですよ。でも実際にはいろんな情報も飛び交って大変なことになっているというのが実態だというように思います。皆様こんにちは、そしてこんばんは、及川エリサです。今日のテーマは大統領選新展開、テキサス州が憲法違反で4州を訴えたということでお送りいたします。ぜひお期待ください。新展開というか意外な展開になってきました。テキサス州が突然4つの州を訴えてきました。これについて今日お伝えしますが、その前にちょっと2つほど。まず、トランプ弁護団のリーダーのジュリアニ感染したということで心配されていたんですが、今日自らのツイッターで様子を伝えてくれました。どうも病院で仕事してるみたいなんですけど、その病院に息子さんがずっとついてるみたいなんですね。息子さんがついて、息子さんと一緒に自分ができない分は息子さんが通してやってるということで、全ての仕事ができるわけじゃないけども、非常に急速に回復してますよっていうことを言っています。でその息子さんってのは初めて分かったんですけど、私も何をやってるかっていうと、ホワイトハウスのトランプ大統領のスタッフの一人なんですね、息子さんが。でその息子さんが今ジュリアリ、お父さんジュリアリの病院にずっとついてるということらしいです。で、彼がずっと、私の世話をしてくれていて、
非常にこの、まあ、息子は偉大な息子で大した偉大な人物だということで息子さんは大変褒めていますということで、なんかあの元気そうなの で回復しているということなのでちょっと話しました。もう一つ、昨日のこのチャンネルの動画でペンシルベニア州のことをお伝えしました。ペンシルベニア州は今回の大統領選挙で随分前から14ヶ月前から実は憲法違反をやってたんだと、あの知事も州議会も州の最高裁ももうみんな憲法違反状態だったということをお伝えして、それに対してこのマイク・ケリーという、連邦下院議員ですね、ペンシルベニア州選出のこの下院議員が、まあ、勇気を持って立ち上がって訴えたと。その訴えたというのがペンシルベニア州に対して憲法違反の提訴をした。具体的にはこの州は郵便投票の法律を緩めた。それによってもうそれはとんでもない緩め方をした。それによって今回いろんな不正が出てきた。で本来だったらそれを憲法を改正してこの郵便投票の法律を変えるんだったら分かるんだけど、憲法を改正せずに法律だけ変えた。これは完全に憲法違反なんだと。これ誰がどう見てもそうなんですけど、でそのことに関して、この最高裁に訴えたわけですね。で最高裁の判事の中でこの、まあ、最高裁の判事っていうのが各州をそれぞれ分担してるみたいなんですね。このペンシルベニア州を担当しているのがサミュエル・アリート判事で、この人は保守なんですね。保守派の人 でこの人もどうも これは問題だと、これはもう違憲状態だというふうな意見書まで出しているので、すでになので、これはこの訴えはどうもするんじゃないかなと、このケリー下院議員のという話を昨日したばっかりだったんですが、最高裁が棄却してきました。昨日です。これ、12月8日。これ非常に短い文章なんですけど、最後にディナイと書いてあって、まあ、否定という棄却ということで、これがすぐニュースになりました。日本語でもロイターの日本語版のニュースになってたと思います。ほら見ろと、またトランプ敗訴じゃないかと。で、もうこれでもうトランプの裁判でひっくり返すなんて目はもうないだろうという、まあ、報道になってますね。で実際に、まあ、このペンシルベニアのこの提訴、ケリー下院議員の提訴を応援していた、テッド・クルーズ上院議員もこの件に関してはすぐにツイッターで失望したというふうにコメントを出しています。短いコメントなんですけどね、私も最初これ見てあれと思ったんですが、どうもそうじゃなかったんですね。これは、ジュリアーニの下で、今ジュリアーニが、病院にいるので今中止になって、このジュリアーニの代わりにトランプ弁護団をやっている、ジェナ・エリス弁護士ですね。このエリス弁護士、彼女まだ30代だと思うんですけど、この人はもともと憲法の専門の方なんですね。合衆国憲法の専門の方なんですが、この人はすぐこのことについてそうじゃないですよっていうツイートを出してくれました。それがこれだったんですけど、何を言ってるかというと、最高裁がディナイ否定したのはこれだけなんですよ。それはこれなんです。インジェクティブリリーフという、インジェクティブリリーフと言ったりインジェクションと言ったりするんですけど、これを否定しただけなんだと。じゃあこれ一体何なんだっていうと、これは、ペンシルベニア州の投票の結果、これを州政府が認定したわけですね。もうバイデンの勝利だと認定した。その認定を差し止めるように緊急にリクエストした、このリクエストのことをインジェクティブリリーフって言うんですね。これ認定差し止め命令とかっていうことらしいんですけど、要はこの認定を差し止めたいんですよね。まずはそれをケリー下院議員がお願いしたわけです。このリクエストをディナイしただけなんだと。でマイク・ケリーの提訴はまだ係争中であって、未決の状態であって、マイク・ケリーの訴えが全面的に否定されたわけでも棄却されたわけでもありませんよというふうに説明してくれました。まあ、これでよくわかりました。でこれ多分当たってると思います。テッド・クルーズも
ディサポイントだと失望したっていうふうに言ってますけど、ちょっと多分誤解かもしれません。で、まあ、これは、まあ、一応この件、このペンシルベニア件はこれはこのままで、でこれと同時に大きな件が出てきたのがこのテキサスなんですね。テキサス州が4州を憲法違反で連邦最高裁に提訴した。その4つの州っていうのはこれです。ジョージア州、ペンシルベニア州、ミシガン州、ウィスコンシン州です。ここにペンシルベニアも入ってます。先ほどのペンシルベニアもこの4州どれも不正投票で今問題になっているとこばっかりですよね。この4州をなんとジュリアーニやさっきのエリスのトランプ弁護団が提訴したんじゃなくて、テキサス州なんです。テキサス州が提訴したんです。これが想定外の、全く想定外の展開です。まあ、もしかしたらトランプさん想定したのかもしれませんけど、でこれが今日突然アメリカ時間の昨日です、12月の8日出てきました。そしてその後すぐにですよ、テキサス州のこの話が出てきたらすぐにルイジアナ州もこれに参加するというふうにルイジアナ州の州司法長官が発表しました。さらにはアーカンソー州のこの女性の州司法長官もアーカンソー州としても参加するというふうに発表しました、ま、そして今度はアラバマ州も州の司法長官が正式にこうやって参加するというふうに言って、結局ですね、すごい展開、テキサス州に正式に参加というのを表明したのがルイジアナ、アーカンソー、アラバマ、さらにミズーリも表明しています。でまだ正式ではない州ですが、どうも参加しそうな州というのが他にもあって、結局現時点では9つぐらいの州、このテキサスを入れて 9つの州が集団で4つの、先ほどの4つの州に提訴するということになったようなんです。この名前出てる州はこれ確定です。それ以外もまたこれから出てきそうというところですね。で何を訴えたのかっていうことなんですけど、要は簡単に言うと憲法を守って選挙をした州、テキサスとかこういう州ですね、憲法を守ってちゃんと憲法通りに選挙をした州が憲法違反をした州、さっきのペンシルベニアとかこういう憲法違反をした州に対して訴えたわけです。こんな憲法違反をやった州のおかげで大統領選挙全体の結果がこの正義にかなわない結果になってしまった場合、憲法通りにやった我々の州の州民は大変な損害を被ることになるんだと、だから訴えると、これ全くおっしゃる通りですよね。で被告になっている訴えられた4州の選挙人、この大統領選挙を選ぶ選挙人の数を合計すると62人になるんですよ。これこの訴えがもし通って、この62人がバイデンだっていうふうにこの4州は言ってるんですけど、バイデンじゃなくなったとしたら、そうするとバイデンの獲得の選挙人の数って今306人とかって言ってますけど、一気に62人減るので過半数ではなくなりますということで、だからといってトランプさんが過半数増えるってわけでもないんですけど、両方とも過半数ではなくなりますということが起きるわけなんですね、もしこれが通ったら。でテキサス州のこの訴状があるんですけど、この訴状がなかなかうまい書き方をするんですね。なんかこの裁判の訴状っていうのはなんかアメリカでは随分文学的な表現するものだなと思ったんですけど、こんな書き方をしてるんですよ。我が国は重要な岐路に立っている、たとえ一部の官僚が憲法を不都合で時代遅れだと考えたとしても、あくまで憲法を守るのか、それとも憲法は単に国立公文書館に展示されている羊皮紙、羊の皮の紙ですね。昔はなかなか紙がなかったので羊の皮で紙をしてたということで、この羊皮紙だとしか考えていないのか、憲法なんてそういうもう古い遺物なんだとしか考えていないのか、どっちかなのか、そういう意味で岐路に立たされていると。我々、まあ、テキサス州としては最高裁に前者の選択を求めると、あくまでも憲法を守るという方の選択を求めるということで、憲法違反の提訴をしたという、そういうことを非常に文学的な面白い表現で、表されています。で
もう一つ訴えてるのはこの憲法違反だけではなくて、もう一点なんか付属のように入ってて、これもまた面白いんですけど、トランプの得票数から見てバイデンの逆転した確率、このトランプがすでに得票してた数からして、その後バイデンが逆転したわけですよね。開票の途中から急にバイデンが出てって、でこれを統計学の専門家に分析してもらったと。そしたらあの状況の中で、11月3日の夜の開票のあの状況の中でバイデンが逆転できる確率っていうのは1兆分の1だっていうんですよ。だから不可能だっていうんですという、こういう議論もなんか挟んでます。これ面白いなと思いました。でこの提訴の本質的な意義とは何かというと、これは今まで不正投票と、不正がドミニオンの話を中心とした不正があったんだと、で不正の証拠がどうなんだっていうことの議論だったんですが、それのために公聴会があったりとかしてたわけですけど、これは不正投票っていうことを言ってるのではなくて憲法違反なんですね。憲法違反を訴えることに、まあ、ある意味では作戦を、まあ、戦略を変更したいものなんです。ジュリアーニのトランプ弁護団はあくまでもこの不正投票を言っています。でただ、まあ、憲法違反も入ってるんですけど、このテキサス州はあくまでも憲法違反に絞ってます。ここが異議と言えるでしょう。でそういう意味で言うと、トランプ弁護団の、まあ、トランプ弁護団は今いろんな いろんな選択肢を同時に走らせているので、でそれももちろんいいんですけど、それよりもこのテキサス州のやり方の方がスピーディーで立証しやすいのではないかというふうにも言われています。でここでですね、最高裁っていうのが、まあ、大きなもう戦場、戦いの場になってきたわけです。いよいよこの最高裁っていうことで改めて考えてみると、最高裁っていうのはどういうところなのか、それはこの選挙についての、まあ、提訴に関して言えばですね、選挙というのはあくまでも州の裁判所のマターなんですね。最高裁のマターではないわけです。連邦最高裁が決めるところではなくて、せいぜい州の最高裁で決めるところ、決めるテーマなわけですね。そういう意味で言うと、反トランプ陣営がなんか最高裁でトランプは争うんだとか言ってるけど、選挙っていうのは最高裁が扱うもんじゃないんだと、州でやるもんだと、だからそんなものを最高裁に上げた、連邦最高裁に上げたって扱われないんだと、というふうに批判ずっとしてました。でこれはその通りです、その通りなんですが、今回のケースはそうじゃないんですね。州をまたがって権利の公平性に関する訴えなんです。州が州を訴えているんです。このテキサス州とかさらにその参戦してきた州からしてみれば公平じゃないわけですよ。こっちは憲法を通りに合衆国憲法を守って真面目にやってるのに、向こうは勝手になんか緩い法律を変えて、その緩いやり方でやって、でなんだか分かんない票をいっぱい増やしてると。これ同じ合衆国憲法が保障しているアメリカ人はみんな公平じゃなきゃいけないっていう、この公平権、権利の公平性に関して憲法違反だということを訴えているわけですね。こういう訴えとなると、これは連邦最高裁だというふうに言えるわけです。でこのまた特に州対州の訴訟、州対州の訴訟の場合、第一審下からやっていくんじゃなくて、これはもう第一審が最初からこの合衆国の最高裁、連邦最高裁ということになるわけなんです。ということで、まあいろんな意味でこのテキサス州が突然起こした訴訟っていうのは意味があります。でこれはキールベッカーっていう、まあ、私がよくいつも見ているアメリカの非常に腕利きのジャーナリストのツイッターなんですけど、彼がこのことについてこう言っています。このテキサス州の提訴は共和党が民主党を正すというものではないんだと、そういう類のものじゃないんだと、そうじゃなくて有権者が憲法違反をやっている州知事たちを正そうとしてるんだと。なのでこれは非常に意味が深い試みだというふうに評価しています。でそういう意味で言うと、どうも最高裁
連邦最高裁は最初 の, あのマイク・ケリーの提訴、ペンシルベニア州のマイク・ケリーの提訴はまだこれ生きてるわけですよ、まだ生きてるんですが、これよりもテキサス州の方を優先したのかなと。なんといってもテキサス州のところに今9つぐらいの州がもう入ってきてるので、こっちを優先したのかなというふうにも見えます。ということで新展開が起きてまいりました。これまだあのファイルした、あの提訴しただけですから、これが実際に、こういう形で本当に審議されるのかどうなのか、それはまだこれからです。これからなんですが、まずはここまでこういう展開が起きたということをぜひ知っておきたいと思います。今日はここまでです。ご視聴誠にありがとうございました。Sidney Powell certainly stood up, and she counts it in a big way. Sidney Powell, former federal prosecutor, counsel for General Flynn. She's been working on behalf of the president, but not directly with the president's team legally. Sidney, welcome back to Newsmax. We're pulling for you. As you know, this is an opinion show, and we're on your side. How you holding up, first of all? Oh, we're doing fine. Thank you, Greg. The pace is a bit much at times, but we just plow on through it, and we're determined to win because the American people have been defrauded from their lawful votes in this election, and that cannot stand. So, totally agree. Let's talk about what happened today in that Georgia courtroom. A defeat, not the first one. This happens in the process, but you got shut down today, at least in federal court. Can you tell us about what happened? Yes, we were there for a hearing on motions to dismiss filed by every organization that you can imagine, even as interveners, where they had no place to be in our case, but the DNC and Perkins Coie law firm and everyone aligned on the left decided to file briefs in our case, and the court let them do that. And they argued against our complaint that alleges all the election fraud and multiple federal constitutional claims that arise from that, that invalidated the votes of hundreds of thousands of Georgians who voted for President Trump. Some didn't have their votes counted. Some had their votes eradicated effectively by fraudulent ballots. The court wouldn't pay any attention to any of it. It was obvious the judge had made up his mind before he hit the bench, and he read from prepared notes when he granted the motion to dismiss. So we had oral argument, but I would say it was essentially meaningless, except to the extent the public got to hear another federal judicial proceeding that didn't turn out the way it should have. So Sidney, can you give us a little bit of a path forward? What happens next? We have had some difficulties in court, as you know. You still have the fire. A lot of folks have faith. But the Electoral College is meeting next week. So how's this going to play out? Well, we're going to proceed immediately with an emergency appeal, and we expect to get relief in the Supreme Court. And all right, so let's go. And you're, by the way, there are lots of different tracks going on here. You're still focused primarily on the Dominion voting machines and the issues on a technical basis, correct? The multiple means of fraud that resulted in the supposed win for Biden when it was actually a landslide for Trump. But yes, we focus also on the systemic problem of the Dominion machines. We have an expert who's identified that the vote for Biden was 5% overall greater wherever there were Dominion machines than any of the other votes. That is essentially the amount of votes that it can flip and brag about being able to flip. We know from one of our witnesses that these machines were created in Venezuela, and the entire process was started there to make sure Mr. Chavez won every election. And then, of course, the Wall Street Journal, I think today, featured Venezuela's rigged election for Maduro. This is the same technology, the same equipment that came out of Venezuela to be used here.
I would imagine our three-letter agencies have a role in it. We're essentially fighting the entire globalist elite power structure that wants to control the world for their own financial benefit. And frankly, that includes a lot of American corporations that have international interests and want to do business with China, have made back deals with the Chinese, and untold numbers of politicians who have done the same thing. You know, 2 years ago, I would have said, that sounds crazy. But after all that's happened, I think you're absolutely right. I think that's the way the world works. By the way, I do want to ask you about the servers overseas. Dominion reportedly has all kinds of internet connections, and for whatever reason, they were counting the votes in places like Spain and Germany. You've seen the reports, maybe you know firsthand, that you know some of these servers may or may not have been seized. Overseas equipment of Dominion taken possession of by forces friendly to the United States. Do you know anything about that? I am hoping it's the Department of Defense that has them. That is certainly who should have them because it's a national security risk. The Dominion systems should never have been allowed in this country. They are internationally owned. Our votes were counted in Frankfurt, Germany, and altered in Barcelona, Spain, and other places. We simply cannot allow that as the United States of America. We must maintain sovereignty over all our crucial systems, and the voting system is one of them. The fact that CFIUS, the organization of heads of various agencies, ever approved this a number of years ago, I find absolutely appalling. Supreme Court, tomorrow for you? I'm sorry, I missed that. Will you be in the Supreme Court tomorrow? You said emergency relief. Does that entail you going there? How's that going to actually work? That's going to work as fast as we can humanly make it work. It may not be tomorrow, but we also have a case out of Michigan that needs to go, a case out of Arizona that may very well wind up there. There should be at least three states before the Supreme Court with enough electoral votes to change the outcome before the end of the week. Cindy Powell, I wish I was an attorney and I could help out, or I knew something about computers, but I don't. So the good thing is I know you're not on your own. I know you have a lot of attorneys and good people working with you. We wish you all the luck. We have an amazing team of great patriots. Great patriots. Well, let us know if you need anything, all right? Thank you very much. People can donate at defendingtherepublic.org. One more time on that website, please. Defendingtherepublic.org. And there's another great website where we're uploading documents, Kraken, K-R-A-K-E-N, hyphen Wood, W-O-D.com. Twitter keeps trying to take that down, and they've taken down our Twitter handle on that. But it's a Project Linwood, and I started to get the word out about all these issues. The Kraken, I've been hearing a lot about that stuff. Good stuff. Thank you very much. To be continued, Cindy Powell, good luck, and we'll see you soon. Thank you, Greg. You bet. Merry Christmas, too. Beautiful, beautiful tree back there. Newsmax team. です。本日は、このルトワクさん、エドワード・ルトワクさんですね、大変世界的に著名な、戦略家なんですね、安倍総理にもいろいろアドバイスをされた安倍前総理ですね。またトランプ大統領にもアドバイスをされたというふうに伺っております。こういったエドワード・ルトワクの戦略論と大変分厚いものが、この代表作なんですけれども、他にもたくさんの本を書かれています。問題もなぜかあります。もう大学なんかでの戦略論の基本ということで、こんなところで教えてらっしゃいましたですね。いろんな方々が、ルトワクさんのアドバイスを受けたということで、今のアメリカの東部のご自宅の方とズームでつながっておりまして、日本の戦略について、これも菅総理に見てもらうということでですね。インタビューをしたいと思います。そういうことで始めます。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今から始めます。まずルトワクさんにお伺いしたいんですけれども、今回の大統領選挙ですね、収録しているのは、11月の12日になりますけれども、
確か11月5日の日にホワイトハウスに行かれたというふうに言ってますけれども、どんなふうに行かれたんでしょうか。またトランプ大統領は、どういう感じ、まあ、勝っているとあのご本人おっしゃってるんですが、どんな感じでいるのか、そのあたりをちょっとお聞かせいただけるでしょうか。This election, has had a result that is not shocking, not a problem result, because as you know, the country moved to the right. In the House of Representatives, the Democratic Party lost some seats. In the Senate, very likely the Republicans will have a majority, and there will be a balanced government. In addition, the new President Biden has a very strong relationship with the senators, the Republican senators. So therefore, there will be the basis for quite a smooth administration, because the big shocking program they call Green New Deal, big programs to spend a lot of money, which means that defense spending have to go down, those programs will not happen. So there will be continuity. There will not be big change. And at the same time, at the top, Biden will be dealing with Republican senators who have been his friend for 40 years. People he's known for 40 years. Very good human relations. So I expect quite a calm political situation. それでは最初にですね、日本のですね、安倍前政権に対する留学者の見方をチェックしますが、2012年の12月から7月、7年8ヶ月、日本では最長政権になりましたが、安倍政権ですね。トランプ大統領とも、前に見るですね、良好な関係で国際社会を言いまして、インド太平洋構想にも推奨しておりますね。また経済外交面でも、TPP11 を中心になったとリードしました。この安倍前政権の実績がですね、国際社会の中で達成した成果として、In 2011, the year of the tsunami was also the year that the Japanese government was going in a neutralist direction. There was a big trip of the defense minister to Beijing, and it seemed like Japan was moving away from the US alliance and having a close relation with China. The defense minister in Beijing signed many agreements, and it looked like Japan was moving away from the US-Japan alliance. Secondly, at that time, the Indian government was Mr. Singh. Mr. Singh, who was not interested in facing China, and in the United States in 2011, there was a big financial crisis, and the US government was not focused on containing China, but instead wanted China to participate in economic recovery. Abe arrives, and when Abe arrives, he actually turns Japanese policy. The US follows fully only in 2015. India comes in 2014. 2014, Modi is elected in India,
But more than that, by 2014, the Indians are ready to contain China. And then Modi arrives, and on top of the strategic alignment, there's also personal connection, Abe Modi, that kind of thing. All personal connection goes back to Kishi, Prime Minister Kishi visit to India many years ago and so on. Therefore, Abe changed his prime ministership is the most significant, the most important in 30, 40 years because it changed things. So actually the United States followed Japan because it was actually the first government that actually faced the China problem was Australia. In 2011, Australian Prime Minister Gifford, the lady, came to Tokyo. She went to Fukushima to show that she's not afraid of radiation. And then she came to Tokyo and told people, you have to face China. You have to contain China. And so the Australians were first, Japanese were second, Indians were third, and the Obama administration only joined in 2015. Only in 2015, the US government turned to face China seriously. And then, of course, Trump arrived. So Abe was a leader for the alliance. He was a leader for the whole alliance. And when he arrived in Tokyo, Japan was moving in a neutralist direction and to cooperate with China and so on. Many Japanese, Nakasone, former Prime Minister Nakasone, said it's good for Japan to be part of the Tenka, of the Chinese Yangsha, you know. And so Abe, therefore, changed the course of the strategic history. タバコを吸わないマリーさん、お答えください。何ですの？好き。ありがとうございます。まあ、安倍政権、一年向けな、成果を挙げたと思いますけれども、それではちょっと次から菅政権も行きましょうね。あの、その9月に、まあ、これまで官房長官として7年8ヶ月、最長なんですね。菅さんが内閣総理大臣に就任しました。まあ、あの、外交経験があまりなかったので、その辺は未知数じゃないかというふうに言われていますけれども、まあ、あの、閣僚たちもですね、それなりに経験している人を配置して臨んでいます。この菅内閣については、ルトワクさんは何を言われなんでしょうか。There's going to be the U.S. officials that will arrive on January 20th will be a new team that, but it's clear that U.S. policy towards China is national policy. It's not Republican, not Democratic. So, in a broad sense, but in regard to the question of experience, Abe left, Yachi-san, who played a very important role last year, and, but the one who didn't leave is Suga, because Suga was there all along, he has many years of experience, and he handled foreign affairs. He handled foreign affairs also by himself. And one of those things he handled, which was very important, was the question of whaling, going to Antarctica to catch the big whales. Why is that important? Because in Australia, you cannot make a government without the Nature Boys, you know, the environmental boys
the whale people. So even though only three members of parliament are interested, nevertheless, there was a big obstacle to cooperation between Australia and Japan. And it was Suga who developed the policy. Suga who presented the policy in a rather clever way, I thought, because he announced that whaling is starting. Instead of saying whaling is ending, he said it's starting. It's a very clever, you know, northern whaling starts, southern whaling ends. The only whaling that was important was the southern whaling, because the Australians play an important role in the alliance. And they've been sort of leaders. Also, they bring in Malaysian, Indonesian, they connect, and so on. So Suga resolved that problem. He was in charge. He showed he can handle foreign affairs very well. 明日退職届を出そうと思いますという声をいただきましたが、いいです、ありがとうございます。それでですね、ルトワクさんは日本の文言春秋ということでですね、大変興味深いことを聞かれていると思いました。今は対立しているのはアメリカと中国ではなくですね、アメリカは中国の対立の最前線に立っていないと、現在進行しているのはアメリカ主導の、海洋同盟、海洋国家同盟ですね、それと中国との戦いになるということで、オーストラリア、フィリピン、ベトナム、インドといった国々と中国との対立について述べているわけですね。でまた香港問題も同じであると書かれています。でこういった対立は中国自身が悪いからだと、中国よりも人口とかですね、経済規模を全部足し合わせると、大きな海洋同盟の形成を促した、これは中国が大国的な戦略が下手であるとおっしゃっても大変興味深く読ましていただきました。でそういった中で中国は日本との関係改善を強く望んでいるんですね。今年4月に予定されていたのはコロナの延期になりましたが、国賓としての習近平国家主席の来日ですね。で菅政権が今の米中デカッピングの中でですね、どうするのか、特に尖閣諸島の問題も抱えている中ですね。でこれがもし、来日というふうになりますとですね、いろいろな誤解を与えるんじゃないかということで、特に日本の保守派の方々が非常に反対意見が強いという状況です。この習近平の今日問題どう対応すべきなのかですね、また日本の対中国外交の基本姿勢ですね、菅政権はどうしたらいいのか、アドバイスをいただければと思います。よろしくお願いします。 Well, as you know, the maritime alliance emerged in a very natural, organic way, like a plant growing in the soil. It was not something like NATO,the North Atlantic Treaty Organization. There is no organization. I hope there will never be an organization, because this is a much healthier growth. And it was the architect, the designer of this alliance is China. China quarrels with Australia, quarrels with Canada,which it also joined the Maritime Alliance. And Canada is increasingly participating. It quarreled in the same week. They sank a Vietnamese fishing boat. They crossed the border in Ladakh on the India border, had a big quarrel with Canada because of this princess, you know, the royalMeng, the Queen Meng of Huawei, etc. And they had, that same week, they fought with the Swedish government, and the Swedish government stopped all cultural programs. So what we are seeing here is that China is acting
action. Everybody else is just reacting. So this is not made by Abe, not made by Trump, not made by Modi, it's not made by Trudeau of Canada, and it's not made by the Swedish Prime Minister. It's all Xi Jinping. And it's happening at the same time that inside China, is abandoning the old policy of nationality, national informed, communist inside. He wants to have no national. So Uyghur, next generation of Uyghur has to grow up and speak Chinese. Same for Mongolian, same for Tibetan. So what we have here is a very aggressive policy at home and abroad. And this is I would say, very typical Chinese of not being aware, of not understanding what happens when you do something. Man is in an elevator, you know, going up in an elevator, is a big fat man, China, big fat person in an elevator, and he pushes everybody against the wall and he starts shouting at people. So the people will combine against him and will make an alliance against him. And that is what's been happening. Now, in the meantime, Xi Jinping's policy is also colliding with the change inside China, because China is becoming an educated country, not just science, engineering, electronics, computers. No, they're reading books about philosophy. They're reading Plato, Aristotle, Greek classics. They are becoming more and more civilized, and their government is less and less civilized. The government, Xi Jinping government, is becoming more brutal, more simple, more violent, while the Chinese people continue to become more educated. And therefore, I don't think this can continue. This is contradiction between China becoming more civilized and government becoming more barbaric and more aggressive. And the fact that, as we speak, you have a hot quarrel with Australia, hot quarrel with Canada, and Sweden. So they go all the way to Sweden, you know. So far, I can report to you that Chinese relations are good with Pakistan and Cambodia. Cambodia, Khmer, you know, because, but that's it. Everywhere else, the relations are not good and they cannot do it. So I believe that the current situation is unstable and cannot continue because this Xi Jinping extremism is costing a lot to individual Chinese. Chinese businessman wants to invest. Chinese businessman wants to come to Japan and buy a ryokan, right? And right away people say, oh, he's Chinese. He's Chinese, we can't allow it. And it's happening all over the world. So Chinese business people are suffering every day. Chinese students who want to study in Australian university, American university, suffer. Scholars, investors, and as you know, just in the last week, Mr. Jack Ma of Alibaba, he collided with the government because the government is becoming more extreme. So I don't think this situation will continue. I don't think this will continue. It's an unstable situation.
スモーカーのゴルゴさんを想像してください。今の状況は長すぎないとですね、そう、まあ、そうしますと、あのもう一つですね、中国関係で、あの、まあ、この日も問題も書いてますけれども、もう一つは非常に大事な感じになってますが、尖閣諸島の問題ですね。あのこれ、特にあの、まあ、大統領選もこうバイデンも引き続きであればあれなんですが、まだ大統領があの、まあ、引き継ぎが、まあ、言ったように尖閣諸島の問題を起こすんじゃないかということもですね、あの、あの、ルトワさんご存じの加瀬先生の心配してたんですが、この辺りはどのようにご覧になりますか。I believe that Yachi san conducted the negotiations 5 years ago for the visit of Abe to China at that time. And the Chinese side said, Senkaku Islands must be discussed, must be negotiated. The Japanese position was, there's nothing to negotiate. Senkaku and Chiyotaku is the same. Nothing to talk about. That was the Japanese position. The US position is that it's the responsibility of the Japanese government to protect Senkaku and to take back Senkaku if the Chinese take it. The US responsibility is to protect Japan, but Japan has to protect Senkaku. So Japan has to have serious military plan to take back Senkaku, because they, you know, Chinese fishermen can land on Senkaku and say it's China, okay? The job of kicking them out is Japan's job. The US is protecting Japan, but Japan has to protect its own territory. I don't think this is going to be a problem. I think that the Japanese side understands that it's a Japanese responsibility. The self-defense forces have organized an amphibian brigade that is in near Nagasaki, their capability and so on. Instead, I believe the big problem is Taiwan, because Hong Kong, we cannot do anything about Hong Kong. Hong Kong is lost to us and lost to China, because China got a big benefit from Hong Kong. They're destroying Hong Kong, because Hong Kong was just, the meaning of Hong Kong was freedom, like international stuff. They're destroying their own possession. It's like a man kills his dog. You know, there's a man with a dog, kills the dog. We can protect the dog. But Taiwan is an issue. Now, during the entire Cold War, Finland was neutral. Sweden was neutral. But during the entire Cold War, Sweden was backing and supporting Finland. Without saying one word, they said nothing. But the Russian side knew that if they invade Finland, that the Swedes will push into Finland a lot of weapons the Finns were ready to use, and that the Swedish Air Force, which was the biggest air force in Europe, the biggest, was there to support Finland. So without changing neutrality, the Swedes have to protect Finland. We have a challenge with Taiwan, because on the one hand, it is the official policy of Japan that Taiwan is part of China. China policy, one China policy. Not two countries, China, Taiwan, only one country. That's the official position. But we all know that if the Chinese were to take Taiwan, just take it, Japan would suffer a very bad loss of security. You wake up in the morning, the Chinese are taking Taiwan, Japan is the loser. Japan would feel completely threatened, insecure. I would expect at least doubling defense spending 3 times, and people in Japan will talk nuclear weapon. So, Japan has to think. In my view, Japanese government has to think in a creative way. You think like the Swedes did. The Swedish government was completely neutral and officially did nothing. But they got themselves organized to be able to provide instant support to Finland, immediate support. They made special arrangements. They produced weapons. They put these weapons in ready to be sent to Finland immediately. Nobody said anything, but this made Finland stronger. And it was one of the reasons why they were able to maintain their independence during the Cold War. So Japan also has to develop, you know, imaginative solution to be able to strengthen Taiwan without changing the official policy. And it can be done. It's an administrative issue. It has to do with
producing certain things, having them stopped, being able, you know, that kind of stuff, to enable them to resist aggression. The U.S. position is that U.S. government is obliged, forced by law. There is a special law called Taiwan Relations Act. U.S. government has no legal obligation to protect any country except Taiwan, special Taiwan law. So the U.S. are committed, but I believe Japan should also think of a clever way of how you can provide instant help to Taiwan. The Chinese attack Taiwan, and has to be a solution that Japanese help arrives. Equipment, weapons. Arrangements have to be made beforehand. You can't just send boxes to another country. You have to have arrangements. The Swedish government did it without saying one word about it. But I myself, personally, I was there, taking part in the military maneuvers of the Finnish army. And I could see that the Finnish army was waiting to receive something like 500,000 anti-tank weapons in Sweden. Half a million anti-tank weapons. And the cost is not huge, but you have to think about it. いや、いただきまして、それでですね、まあ、台湾どうなるか心配なんですが、一方で、もう一つ中国で心配なのが、中国が情報技術で盾を取ろうとして、特にあの中国の全体主義と AI だとか、そういった情報技術が非常にこの親和性があるということで、まあ、軍事と経済両面で中国は盾を握ろうとして、ね、まあ、ポンペオ国務長官も演説で、中国の担当に話している状況ですね。その中で、今、日本の経済界がすごく心配しているのは、アメリカもいろんな制裁措置を出して、中国も対応して、経済戦争をなさるようにですね、状況になっていて、まあ、日本企業は全力を回されている、非常に困惑している状況なんですね。まあ、日本の経済界が、米中、ラピンの間でどう考えるのか、あるいは菅政権ですね、どう対応していくのか、アドバイスをいただければと思います。Well, I think that Japan should take the initiative, the Japanese government should take the initiative to propose an actual, what would be called an alliance economic ongoing committee is working every day, like we had during the Cold War. It was called COCOM. It was called commercial, and it was an organization that was horizontal organization. It wasn't America, the boss, everybody says yes, no. It was actually meeting of the different governments. And the question during the Cold War with the Soviet Union was, do we sell them this? Do we sell them tracks? Do we sell them this equipment? Do we sell them that? We need consultation. At the present moment, the war, the economic war between China and the United States is actually not an economic war, it's a technology war. Moreover, it does not affect energy technology, does not affect many technologies, it's only information technology. Aside from military stuff, military technology, of course, but only information technology, which is the production of microprocessors for computers, and things like quantum computing, artificial intelligence, actually, it's a very specific sector. Now, there is a problem, though. For example, today I can say that Toyota can produce in China cars. Toyota can sell cars in China. Toyota can manufacture cars in China. But if we get cars that are fully self-driving, if we go to fully self-driving cars, then that is very advanced artificial intelligence technology. Because if you can have a self-driving car, you have a self-driving airplane. You have a self-driving submarine. So that's why we need a committee. And Japan can take the initiative. Because during the Cold War, this was the only organization that was not top-down. That is, the Americans saying, do this, do that, and everybody says yes or no. It was actually cooperative. And Japan can take the lead in saying, we know that there is a confrontation with China, but we want to sell everything to China that we can. We want to have tourism from China. We want to have business with China. And we just need to know what cannot be done. And instead of waiting until somebody complains from Washington, instead of waiting passively until Washington says, don't do this, don't do that, Japan should take initiative, open a discussion, initiative. Abe-san brought Japanese their own strategy, not just say yes, yes, or no, no, but actually Japan idea. Japan idea. We need one more Japan idea. An economic coordination, a coordination committee between all countries that have technology. For example, the only three countries in the world have companies that can cut the silicon to make advanced microprocessors. The Netherlands,
which is one company in the Netherlands, Japan and the US. These three countries are the owners of the technology that is necessary for this laptop that I'm speaking and every kind of computer of every sort. This technology must be preserved. I will tell you a small secret, which is that I myself brought to the National Security Council the awareness of the importance of these technologies, which the National Security Council or the White House did not know. And I started this thing. I myself intervened with the Dutch government, and I myself was very active in Japan also, because ARM, the company in Cambridge, England, that is most advanced in writing and designing microprocessors owned by SoftBank of Japan. So we already have this situation. We need for Japan to take the initiative. The Americans are doing many things. This is one thing Japan should be doing, which is talking to the Dutch, Netherlands, the British, and the Israelis, because the Israelis have the measurement machines. As we know, to make this equipment, to make these computer chips, microprocessors, you have to cut the silicon at precision of 7 nanometer. Okay, 1 billionth. And if you make, in order not to make mistakes, you have to measure all the time. So the Israelis do the measurement, the Dutch, the Japanese, the Americans cut the stuff. And these countries must coordinate every day. Because as I said, it's not so simple. We will say Toyota can sell all the cars they want in China, but if Toyota cars acquire self-driving, then that technology cannot go to China. Because that is the technology, it's the same exact technology as missiles and everything else. So we have some jobs to do. Now we have very little time, because even though most things don't need any control, Uniqlo can work in China and Japan, no problem. Many things should not be affected. This is not like Soviet Union. Soviet Union was exporting only three things: timber, wood, which to Japan, diamonds, and furs, from animals and stuff. Well, this is different. We don't want to ruin relations with China. We want to maintain everything possible, except those few things. But for those few things, we must be really careful. And we need an organization, and we don't have it right now, to protect those technologies. Very narrow range. NHK が報じない89年前の中国。ありがとうございます。まあ、自分もちょっと自信を持ってですね、やってないと思いますが、ちょっと日本が、我々不安なのが、日本の防衛力の問題であります。特に日本は地政学的なリスクの高いうちにあるということで、安全保障上の悪条件が入っていると、ルトワさんも指摘されているんですけども、これまではですね、日米安保条約とか、地政同盟がリスクを話している。ということだったんですが、そのことで日本の防衛費を GDP の 1% 以内にとどめることができたんですけども、ルトワさんは日本の防衛費を増やすべきだというふうに提言をされています。日本の防衛力とか、あるいは独自の諜報能力の問題ですね、そういったものの評価の上で、特に求められているのは、何らかですね、菅政権のアドバイスをいただければと思います。Well, I think there are two subjects that we should at least mention. One is the question of intelligence in general, and the other is the question of Korea. And the two are correct.So what is the intelligence question? The intelligence question is that Japan has image intelligence, that is satellites, pictures, photographs, Japanese owned and getting from America. Image intelligence. Japan has everything Japan needs. Then there is electronic intelligence of listening and electronically watching radars, which is electronic intelligence. You have Japanese ships with antenna to receive, airplanes, the Americans are doing the same, there's exchange and so on.But there is no human intelligence. Japan does not have a human intelligence organization. And human intelligence is very important. Very important. But much more because human intelligence only provides 1% or 2% of all your knowledge. But that 2% has in it reality. If you have Japanese people who are in China, and they wake up in the morning and they go and have breakfast,And then they do this, and they watch television, they go in the crowd, they are there, they really are there. There is a reality sense. Without field intelligence, there is a lot of pictures, a lot of data, and no sense of reality. You don't touch it with your finger. Now, the reason why this is important is because this is one area where the United States is very weak. For cultural reasons, the United States does not have field intelligence. American so-called spies, they operate from embassies.
And that is okay. That works in Paraguay. Works in small country, does not work in China. There, so therefore, there is no penetration in Chinese society. They don't know what's going on. And in order for Japan to be protected, it needs the field service. You don't need James Bond. You don't need James Bond. You just need people who can go to an international conference and talk to a Chinese scientist or Chinese expert, people who can live in China, you know, doing important things like studying butterflies or whatever, you know. Japan needs field intelligence. It's not expensive. It just needs talent, human talent, a system for it. There is a way to do it. And countries that have good field intelligence, they are spending very little and getting a lot, a lot. In many international affairs, the Israelis sit at the big table because they have field intelligence, real intelligence. They are there. They are not looking at Iran. Everybody looks at Iran. They are inside Iran. They live there. And this is an example of spending very little money and get a lot for it. So that, and it's very important because China is changing every minute. I visited China the first time in 1976. I was in Beijing when Mao died. I was invited to the Great Hall of People to see his dead body. And I went there to make sure he was dead. He was dead, I'm happy to tell you. So the fact is, I've been traveling every year until COVID. Every year, and I have many friends in China. And China is changing all the time. And we have to know, we cannot deal with a kind of picture called China. We have to deal with the reality. And so that is the reason it's important. ありがとうございます。人材をしっかりできることがいっぱいあると思います。次の質問ですが、それは総理は一番最初の訪問先として、ベトナムとインドネシアに行きました。日本も太陽国家をしっかり難しいパワー連合を強化しているということで、パワーに対する対抗軸ということを閉鎖するということを考えていただいたなということだと思うんですけれども、この菅大統ですね、ブラックなものを考えたおそらくインド。というのも適切ありますし、それからハイバイズに入ったらどうかという話も出てきているんですけども、そういった連携強化を進めるうえでですね、どういうふうにやっていったらいいかですね、国際社会に向けて全体的な外交路線について、菅政権から出していただきたいと思います。よろしくお願いします。Vietnam is a member of the Maritime Alliance that was there before anybody else. They were before Australia. The Vietnamese believe that they will resist China, that they will not be defeated, and that they will win.In a confrontation with China, and they're very serious people. So the question for Japan about Vietnam is only one question. How can Japan provide support to Vietnam? And doesn't, whether it's going to be economic or military, doesn't matter, because if Japan gives something, some money to Vietnam, they can always use it for becoming stronger. We are supporting Vietnam seriously. We have the US Coast Guard. Coast Guard is operating in the Gulf of Tonkin to protect Vietnamese fishermen.Many people don't know this, but it's not a secret. We are there. Japan is first time Japanese submarine Soryu class visited Vietnam, and it was not just a social visit. They actually were doing things together. And so in the case of Vietnam, it's simple. How we can provide support for them. In the case of Indonesia, as you know, until 3-4 years ago, the Indonesians said, oh, we have nothing to do with this China confrontation. And in fact, the Indonesians offered to mediate.They said, you know, we will mediate because of... Then the Chinese discovered that the Natuna Island offshore, they have this Natuna Island in Indonesia. The Chinese claimed the space around it. The Indonesians sent helicopters to Natuna with anti-ship missiles and said, if you come into our water, we will sink you. So I would say that the most important country where Suga could visit is Indonesia. In Indonesia, we have to accompany the Indonesians as they enter into the alliance.In the Vietnam case, the visit is practical, how we can support and make them stronger. In the Indonesia case, the diplomacy was important. The Indonesian attitude to Japan is extremely complicated. In Indonesia, people remember that Indonesia became independent. Independent because actually of the Japanese occupation. Otherwise, they would have become independent after 10 years of fighting. So the attitude to Japan is actually very favorable, politically, culturally favorable.But Indonesia is a new member, has to be brought in. And the Suga visit was quite constructive. Suga achieved something by going to Indonesia. ありがとうございます。これからですね、大統領は、実際は来年1月に新しい大統領を就任するんですが、もう皆さんバイデンと言ってるんですが、トランプはバラッと上がってるんですけど、この状況を、バイデンだとしてですね、もしバイデンだとして、菅政権は、
立場でどういうふうにイランについていただいた、なんかイランの皆さんあれ教えてください。There is no doubt, no uncertainty that the United States' attitude and policy towards China will not change. There is national consensus. Everything else you can quarrel about and shout about, but on China, everybody agrees. The only difference with Biden is that there'll be more emphasis on human rights issue. There'll be more emphasis on Uyghur, Tibetan, human rights in China and so on. That's the only difference. Otherwise, it's the same thing. So, the question, there is no need to worry about policy coordination, but there is a need to worry about details. One of those details is that the Japanese side should communicate, make clear that it's important that the United States have a useful ambassador to Tokyo. Because under Obama, the ambassador was not useful, and there's a need for, the embassy role is not huge, but it has a role, it has a certain importance, and it'd be useful to have an effective ambassador. So the Japanese side can lobby. In the past, the Japanese side always was quite aggressive in lobbying on this matter to make sure that the person who's in Tokyo is of the correct level. Because today, during the Cold War, our most important allies were United Kingdom, Germany, and France. During this confrontation, Japan is the most important ally. No question, by far the most important ally, number one ally. And therefore, in Washington, there should be clear understanding of this. And I believe that it will be useful for the Japanese side today to start talking about the question of ambassadors, symbolic, but it should be some person who reflects the importance. We cannot have somebody who just got to be an unimportant person like they had in recent years. これから日本は今のコロナ、ポストコロナ、アフターコロナですね、新しい世界の秩序ができるんじゃないかというふうに言われますけれども、その中で日本はどんな国になって、どういうことを国際社会に出させてもらわせていただければと思います。I believe that the world is very ready to have a more active Japan. A Japan that, you see, Abe was very active, and Abe did a lot of things on the side. For example, relationship between Abe and Putin. That was done alongside, it was a long-term idea that if China becomes really dangerous, the Russians will be forced to change sides. You know, if there's a real something, terrible things happening, the Russians will be allies, not enemies. Because Siberia, you know, Americans will not go to Siberia. The people can go to Siberia as the Chinese. So now, I think that the world is ready for a more active Japan. And by the world, I mean, for example, the British. Right? The British have sent ships into South China Sea to show freedom of navigation operations together with America. The French did the same. I believe that Japan should actively say to the British and French, we would like you to come here. We would like you to participate. It would help to maintain the global balance. The world is ready for a more active Japan. And by world, I mean countries like, you know, European countries and so on. And the other thing is that Africa is the place where population is increasing. In the rest of the world, population is going down, getting older and smaller. In Africa, it's growing. The United States cannot operate well there. The Chinese are free. They have no competition. The Chinese operate because nobody else is there. And I believe that even though it's very difficult, that Japan should take a look there and so on. But the main thing Japan should be doing is to be present all around China. In India, Japan is already present and very important with ODI. Bangladesh, in Japan is leading country because US relations with Bangladesh will never be good, so Japan is leading country. But now it needs a new effort in all around China. Tajikistan, Kyrgyz, Turkmen, Kazakhstan, Mongolia. There has to be Japanese presence. Because Japanese presence around China, so the Chinese will remember that they are land power. They are land power. And the land power cannot start building all the ships. They have to look after the land border. So if it's ODA, if it's butterfly collectors, joint programs, anything, Japanese presence around China, in Mongolia, in all these countries, it's some presence. It could be economic, cultural, and so on. Because when the Japanese arrive, if three Japanese arrive on the Tajikistan border, okay, maybe they're just doing scientific research. Already on the other side, the Chinese border guards will say, oh, Japanese. And Beijing will send more people to the border, which means less people to go and put pressure on Japan. So this is called maritime strategy. Visit the land power, visit behind the land power, so that they cannot just focus on the naval channel. ありがとうございました。ここで聞きますと、日本がますます重要な役割をですね、世界の中で果たしていくということで、安全保障面でもですね、あるいは世界に対しての価値をついていくというのも、私が政治家として日本進出するというと、お前に関しては、お前に入れたいという、そんな気がいたしました。一応ですね、これ、日本のたくさんのですね、いろいろな方が見ていただきたいと。また、海外でも発信できるようにですね、字幕が英語になるように実現をしたいとして、高山さんご参加いただいて、ぜひご協力いただきました。そういったことでですね、横田さんが日本から日本のアドバイス、感謝を申し上げたいと思います。さっき、レンガスミニスタルから。Thank you. Thank you.
Good. Finally, we did it. Good. Goodbye. Bye. ArtGrid and ArtList holiday sale. Get your free creators back now. Inspiration comes from the little things. A beautiful piece of art. A song you write. A new tool that helps you express yourself. This holiday season, we're giving your free creators back the little things that make all the difference. Start creating without limits. ソニーは10日、アメリカの大手アニメ配信サービスクランチロールの運営会社を11億7500万ドル、日本円でおよそ1200億円で買収すると発表しました。今後、アメリカ当局の承認と許可取得に向けた手続きを進めるということです。クランチロールはアメリカを中心に世界中に9000万人を超える会員がいると言われています。ソニーは人気アニメ「鬼滅の刃」を手掛けたアニプレックスをグループに持つなど有力作品を多く抱えていて、買収を通して世界中でも注目される日本アニメの世界配信を拡充する方針です。午後2時過ぎです。およそ30人の捜査員らが報道会本部の事務所に入っていきます。これは11月中旬、警視庁と静岡県警の合同捜査本部が指定暴力団山口組の中核組織報道会本部を家宅捜索した時の映像です。捜査本部は特殊詐欺などで得た金だと知りながら現金を受け取ったとして報道会の組員が6人を逮捕し、金の流れを解明しようと捜索に踏み切ったのです。飲み物入ります。そして翌日には山口組総本部にも家宅捜索に入りました。警視庁幹部によりますと、このように犯罪の収益が暴力団に流れていたとして立件するのは極めて異例だということです。この家宅捜索の発端となったのは、山口組の参加組織の組員らが関与したとみられる特殊詐欺事件です。この特殊詐欺で山口組の参加組織が担っていたのは、被害者から現金やクレジットカードを受け取る、いわゆる受け子の調達だったとみられています。ごちそうさまでした。ただ特殊詐欺には他にも被害者に嘘の電話をかけるかけ子など、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。誰が行っていたのでしょうか。